2022年8月7日でございます。今回はですね、えっと、シマリスさんの個体差観察をしてみようということの2本目ですね。ミツルいきます。うん、なんかみちがすごい <laughs> 期待してますけど。ミチルじゃなくてミツルいきますね。はい、白い方ですね。 じゃん。こう見るとね、みちるの方がね、反応が早かったし、精度がっていうか、ちゃんとね、人間の指がある方に行ってくれてたので、ちょっとその辺の違いがよくわかりますね。 今いろいろ落ちてるん、ね、で、これはミチルの仕業ですね。まあこんな感じでコードは結構丸虫をしていきますね、シマリスさんたち。ちょっと危なかったらもちろん手を出します、人間が。で、えっと、ミチルは、前々から言っている通り、 ビビリです。すごい典型的なビビリで、あの、祭りさんとは違ってね。うさぎのおばあちゃんとは違って、特にその、恐怖心とか警戒心が、攻撃性に転化するっていうタイプでもなく。最近ね、ケージの中にいるときは、若干強気だね。 あのミチルがさ手を出してきたら結構クククククククって泣いて怒る。るミチルとミツルを比べるとミチルがアクロバティックでミツルがまあおとなしい結構動きもねカクカクカクっていうちょっと緊張してる時の動きなんですけれどシマリスさんのね そういう動きをすることもまあ多いですね。これでもね、だいぶ慣れたんですよね、みつるは。こうやって尻尾をね、ふりふりしてね。モビングも、みちるよりやること多いですね。あ、そこ開けてないわ。 でね、基本的に鳴き声はみツルの方が綺麗です。すごい綺麗に鳴くねみルはで。逆にみチるがちょっと鳴き方が雑で声が大きくてなんかちょっと崩れているというか <laughs> みツるは結構綺麗に鳴きますねみチると比べると。あとはねこれね猫じゃらしがね反応がすごい。 いまいちなんだよ、ね、いや反応自体はするんですよダメだ <laughs> 興味がない <laughs> ミ,ミチルはね飛びかかってくるんだけどミチルに比べるとすごいカメラで追いやすい子ですね ね、こんな感じで結構床中心かな床中心であっまつりさん気づいていらっしゃらないあとまあ動きもこんな感じで結構ゆっくりっていう感じですね 正直私はシマリスさんって初めて見た時にすごいめちゃめちゃこう小さいケージの中で動き回ってる子を見てすごいってなって憧れてたので私がこう想像していた理想のっていうのシマリスさんっていうのがミチルみたいなタイプだったのでミチルはそれとはもう全然違うタイプだから こんなシマリスさんもいるんだなっていう感じですね。で、さっき膝の上とかに乗ってましたけど、まあ通り道にいたら膝の上に乗ってきたりとか、あと座ってたりとか、ちょっと寝転がってたりとかすると肩に乗ってきたりとかすることはあるけど、座ってたりするときは、まれに肩に乗ってくるかなぐらいの感じ。 で立ってる時はね足の上に乗ってきたりとかするけど基本的にはあんまりあんまりっていう感じあとデスクの椅子の上に座ってると結構乗ってきたりするそれ以外だとそんなにっていう感じみちるとかねすごい 動画見ていただけたら分かると思うんですけれどかなり飼い主に飛び乗ってきたりとかするんですけれどあまり見つめにそういうのはないですねでね手出してもね来ないですねおやつないなら。 あ、来るじゃん。珍しいねまあ全然みちると動きが違いますねあさっきのは珍しい珍しい痛い痛い痛い今日すごい反応するねみちるんか カメラ回してるときに限って違う動きをするっていうね動物ってねやっぱりこう人間が思ってるような動きはしないですね期待通りにはならないですねこう必要以上のねものを置かないのが基本なので 今日こうやって動画撮りながら喋ること、うん前提でヘアンポをしてるので、ないんですけど、普段はね、ここにね、これの上にね、紅茶を、人間用の紅茶を置いてて、みちるはね、結構狙ってきますね。なんかくしゃみしてるね。で、あとね、 みつる面白いのは、結構、今日すごい乗ってくんじゃん。滑るね、君。みチるは結構人間のね、肌の上も、ぴゃぴゃぴゃっと登っていくんだけど、みつるはちょいちょい滑るんですね。なぜかわかんないけど。なので、みチるよりもみつるの方がちょっと不器用なイメージ。かな。 なんかね、背中の縞模様がさ、まだ乱れてるね。線が入ってるね。か毛期が終わってない証拠ですね、これ。ちょっと見にくいね。締めますね。なんか肉球あるのにちょいちょい滑ってるしね。それやめようか。珍しいね。これね、確かにミッチルは好きなんだけど。 なんか今日そんなにみちるは机の上を動画内ではね、探検しなかったんですけど、あ、ちなみにね、動画撮り終わった後はすごい机の上で暴れてました。あとね、カーテンも登らないねって言ってたんだけど、めちゃめちゃ登ってましたね。ああなんですけど、みツるが結構今日ね、活発な感じする今日は。 これでね活発な感じがするわけですよね。動きがね慎重派ですね。あとね、今日手出してもみつるは乗りませんっていうのをやりたかったんですけど、意外と乗ってくるね。おやつで釣らないとね、基本は乗らないんですけど。だから私は 白い方のシマリスは我が家では鑑賞用ですっていう扱いですね <laughs>。沈んでいく <laughs> あ。こんな感じでね、全然、みちると違う部屋んぽの様子というか、動きがね、全然違うから、見比べるとね、面白いと思う、やっぱり。今日そこまで緊張した様子もなく、 緊張するとね、もっともっと書く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 っていう動きをするので、今日はなんか緊張してるっていうより、張り切って探索してますっていう感じですね。見た感じ。すごいキョロキョロしてる。で、鼻先でね、ツンツンツンってして調べてる。 今日のお二方はどうしちゃったんでしょうねいつもとちょっと様子が違いますね若干だけどねなんか元気あもしかしたらミツルもミチルと同じようにね動画止めたらなんかいつもと同じようなテンションになったとかさあるかもしれないけど もしかしたらみツるはね、布が好きかもしれない。ぬいぐるみとかも好きなので。みちるは結構いろいろなところをぴょんぴょんしてたと思うんですけど、みツるはベッドの上と、あとラックの、あの、服の上、もしくは服の中、あと、そのタンスの、 ぬいぐるみの上とか、もしくはぬいぐるみの集団の中とか、そのあたりによくいるので、特にね、あの、タンスの上はね、よくいる。で、いないな、どこ行ったんだろうって思ったら大体ラックにいる。 今日はすごいベッドに費やす時間が長いですななんか埋める場所探してはりますこれ。 このみちるの反応精度の良さよって感じ。<laughs> ちょっとね、見にくいんですけど。あ、今はやってないか。結構ね、尻尾とかが、ケージの中に入るとね、手でちょいちょいちょいってして遊んでますね、みちるが。 ミチルが平安ポ中にミチルのケージのところにいっ聞こえた今ミチルが泣いてんのね自分から言っといてっていう <laughs> ミチルもあのあ違うミチるみちもねあの平安ポ中にミチルのケージの上に乗ったりとかねでミ,ミチルが 手の届く範囲にいたら手を伸ばしてみたりとかねするんですけどその時のミツルの反応そんなに良くない良 <laughs> くない反応の良さがすごい分かると思うので見比べてみたら面白いと思います <laughs> 自分から近づいたくせに泣くなよ まあね、みちるの動画がね、だいたい30分弱ぐらいなので、ミツルも、滑ったし、みつるの方も、えっと、だいたい25分ぐらい撮って、まあ私ね、結構、止めるよ、止めるよって言ってから、引き伸ばしがちなので <laughs>、25分も目安に撮っては、はそしたら伸びるでしょう、ちょっと。まあ30分には収めたいよねっていう感じですね。おおおお,お。 思いっきり飼い主に飛びかかってきて、そのまま落ちました。飼い主のとこ来るのは珍しい。珍しいですね。今日はちょっとテンションが上がってるようですね。ちょっと何が要因か知りませんけど。 せっかくちょっとみつるが飛びかかってきてくれたのにねもうちょっとやっぱり今日は爪が引っかかりやすい服を着るべきでしたね <laughs> まあもしかしたらみちるほど器用じゃないのでこう飛びかかってきた勢いでどんな服を着ていたとしても落っこちたかもしんないですけどねみつるなんで すごい、しっかりついていく <laughs> <laughs> あそんなとこ乗れるんだ <laughs> 落ちたけど <laughs> 落ちたけど <laughs>。<た> <laughs> なんかマンドのサーンが気になっている様子ですね。 そこ綺麗じゃないと思うんだけどな。 あとね、泣くのが上手なみつるさんなんですけれどあの夜とかね木箱に入ってああ寝たなって思ったあとにね結構泣き声が木箱から漏れてくるちょっと寝ぼけてんのか寝言なのか分かんないですけど。 もう木箱に隠れちゃった後なのでね、動画にしてもあんま絵面的には面白くないと思うんで、あんま撮らないんですけど、コードはちょっと待って。あ、珍しいね。来るあ、すごい。初めてじゃないこれ。初めて猫みたいな反応した。 あの、この間ね、猫じゃらしチャレンジをね、再チャレンジをして、動画を投稿したんですけれど、そちらはね、顔でふさふさに当たりに行くっていう、ちょっとよく分からん行動をしていたので、飛びかかっていくの珍しいですね、初めて見た、私。 君にもそういうのがあったんだねみっみちるさん特有のものかなって思ってたんですけどシマリスさんってまあみんなそんな感じなんですかねみちる飛びかかったもんねちょっと貴重なものを取ってしまいました私 <laughs> 今って感じですけど今はねちょっと 君たちのね、個体差の観察をしたいので <laughs>、今こそね、普段通りの姿を見せていただきたいところなんですけれど <laughs>、まあ、飼い主の思うようにいかない、それがペットです。 まあでも、多分動画見比べてわかると思うのは、ミチルの落ち着きのなさ。と、あとね、その動く幅というか、あんまり上行かないよね、こう見てたらね、ミチルは。ちょっと待って、コードはやめよう。 まあまだかじる様子はないですけどねうさぎは結構何でもかじるんですけどシマリスって何基準でかじるものを決めてるんでしょうね今日はまだラック登ってないね で、あのー、素材用のこの床材ね、あんまり減ってないですね。で、ミチルはね、あればあれだけ持っていくんですよ。あればあるだけ巣箱に持っていくので、結構ね、ふと見たらパンパンになっちゃったりとかする。巣箱が。ただ、紙なので、あの、使ってる間にね、圧縮されてっちゃうんですよね。巣箱の中で。 だからそう補充をご自身でしていただいている状態なんですけれど、みつるはそこまで床材入れないですね。そういう好みなのか、単純に入れるのが面倒なだけなのか、ちょっとよくわからないですけど、あんまり器用な方じゃないから多分みつるが。 毎回ね、それを見て、その、巣箱をね、月一で掃除するようにしてるんですけれど、掃除した後に床材を入れるかどうかいつも迷うんですよ。みちるは自分でいい感じに調整してくれるんでほっとくんですけど、みつるあんま入れないから、もしね、その、床材を運ぶのが手間とかね、負担になってるのであれば、まあ、人の手でね、入れてあげるのがいいかなと。 思ってるんですけれど、もしそうじゃなくて、少ないのが好みとかならね、あれなんで <laughs>、甘いかな。自分で、運ばせた方がいいのかな。 ちょっと比較的、飼い主のことも気になるみたいですね。アスレチックですけど。 さんがね棚の上の方が好きなので棚の上の方で遊んでるところをご覧いただけるかと思ったんですけどちょっと今日棚の方行かないですねもういい時間なんですけれどまあでもみちるの動画と比べてみちるとみつるの違いが分かるようにはなってると思う 全然動き違うからねまあ今日ちょっといつもと違ったのであれあれっていう感じになったのはいつもより手を差し出した時に乗ってくる率が高かったまあ未知留に対してほどやってないまあ乗ってこないのが分かってた分かってるからだったんですけど 意外と乗ってきましたねだから満ちるほどその手を差し出してはいないんですけどなんだろうもっとね釣れない対応されると思っていたのでそれがちょっと意外だったこれがちょっと今日だけなのかもしくはなんかもな慣れたというかなのかなっていうのは分からない。 わからないですねちょっとまたもうちょっと様子見ないとわかんないですねおやつがあればねみつるも寄ってきますちゃんとひまわりの種とかね持ってるのであれば寄ってくるまだみつるに噛まれて流血したことはないのでもしねその 今日だけじゃなくて、みつるもその手を差し出せば乗ってくるようになったのであればがね友達とかね外部の人とかにの触れ合ってみたいなって言われた時に出すのはみつるの方が安全かもしれないね。 ミッチールはね、悪気はないんだけど、テンションが上がるとかなり勢いよくガブッと流血するくらい噛むので、悪気はないんですよ、彼女に。<laughs> ただちょっと楽しくなっちゃって、力加減できなくなっちゃっただけで。<laughs> 今、ビビりましたね。 そろそろいいお時間なのでね。ちょっと、棚の上に登るところが、棚じゃない、えっと、タンスだ。タンスの上に登るところが、こう、一押しのね、うさぎのぬいぐるみと同化してるところが <laughs>、取れなかったですけど。まあ、動きは、ちゃんと、違いがわかる程度には取れたので、ここ、このあたりまでにしておきましょうか。 最後にもう一回さつやチャンこれはザレてるって言っていいのかねひっくり返ってんの可愛かった今可愛かったよミツれ。 ちょっと今日はご機嫌さんなのかなはい、こんな感じで。ミツルは以上でいいかな